私に暗い影を投げていた交渉制度が、この度マッカーサー司令部の指令により全国一斉に廃止されることになりました。文明国において恥ずべき交渉制度を残している唯一の国であると心ある人々により長年にわたり廃止が叫ばれておりましたが、ようやくその実現を見たわけでございます。長い間私ども女性から自由を奪っていた封建思想から解放されようとしている時に、最も痛ましい犠牲者であった交渉に自由が返ってきたことに深い喜びを感じます。これらの女性たちがこれからぶつかるいろいろな問題に対して、私どもはお友達の問題として共に考え、共に良き生活への努力をいたしたいと存じます。今度交渉が廃止になってあなたたちの生活は50になったわけですけど、それについてどう感じになりまして？そうね、別に交渉廃止イベントはね、生活は変わりませんけれど、大変気持ちの上で議論になったと思います。これからどうなさるおつもりですか？ずっとこういうお仕事を続けになります？そうですよね、今までとね、随分違って仕事に入りましたけれども、もう気持ちは、私たちの気持ちを肩にってきて同じような気持ちである期間一生懸命働きましたらば、将来ね、確実な道に入りたいと思って働いてるんですけど、私はそう思いますね。ぜひ早く堅実な生活に入っていただきたいと思います。私たちも何かは力になりたいと思います。ありがとうございます。かくて交渉という制度は廃止されましたが、私生という形で依然として不幸な女性は残るのではないでしょうか。この問題の解決は、男女とも一定の年齢に達すれば独立した結婚生活ができるよう、また女子を身売りせずとも家族が生活できるよう、そしてさらに女子が全ての点で男子と同様働けるように、政治的、社会的、経済的な徹底的改革が要求されます。